皆さんおはようございます。ただいまからペンテコステ礼拝を始めます。はじめに総額をしていただきますので黙祷いたしましょう。少子詩編133編1節から3節。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、その衣の襟にまで流れ滴る。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ている。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。ではご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌66番、聖なる聖なるをご一緒にお歌いし、主を褒めたたえましょう。Thank you.
では、ご一緒に主の祈りを祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。続いて使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。では、お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆をあがめて賛美いたします。あなたの恵みをいただき、こうして新しい週の始め、あなたの御前に礼拝を捧げることができますことを感謝します。主はこの天地をお作りくださり、私たちに命を与えてくださり、また罪の中に死んでいた私たちを、御子イエス・キリストの尊い十字架の血潮という代価をもってあがない、神様の子供にしてくださったことを感謝します。あなたは私たちに平安を与えてくださるお方、私たちに希望を与えてくださるお方。主よ、私たちはあなたのご愛のうちにこうして生かされることを本当に感謝いたします。どうぞこの数々恵みをいただいた中、私たちもその恵みを何一つ忘れることなく、今感謝を持って喜びを持ってあなたを褒めたたえ、あなたを礼拝します。どうぞこの礼拝を通し、主の皆が高らかに崇められますように、また私たちもこの週の初め、新しくあなたの恵みを受けて、御言葉をいただいて、臨在に触れて、また新しい習慣を歩み出すことを得させてください。今日は格別ペンテコステ礼拝を、愛する兄弟姉妹と共に守ることができますことを感謝いたします。主イエス様が昇天され、そして約束の聖霊様が注がれた、そのような大いなる時をもう一度覚えて、私たちもこの恵みに、預かりたいと願っております。どうぞ一人一人に聖霊様の豊かな満たしがありますように。特に今病の中にある方々のことを覚えますけれども、イエス様がこの地上を歩まれた時、一人残らず癒しを与えてくださいました。また、死んだ者も生き返らせてくださいました。そのような癒し主、命の君であるイエス様の大いなる御力を、今聖霊様の満たしによって私たちのうちにも与えてくださり、一人一人に癒しが与えられますように。また試みの中にある方、困難の中にある方をあなたが慰め導いてください。聖霊様は私たちの慰め主です。主よ、どうぞ私たちを憐れみ助けてくださいますようにお願いいたします。主よ、ありがとうございます。これからの時、主が共にいてくださって、この礼拝も初めから終わりまで導いてください。そしてこの全地で持たれている礼拝を豊かに祝福し、この全地であなたの皆が崇められますように、これからの時一切を御手に委ね、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。では聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所は使徒の働き2章1節から4節です。
五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。はい、以上です。では御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの尊い御名をあがめ賛美いたします。これから御言葉を開かせていただきます。どうぞ今日の御言葉、主ご自身がお語りください。私たち一人一人にこのペンテコステの大いなる恵みをお与えください。どうぞこのしもべを十字架の陰に隠してくださって、ご自身の栄光だけを表してください。お一人お一人が御霊に満たされ、御言葉に従って歩むことを得させてください。一切を御手に委ねます。尊いイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はペンテコステ礼拝となっております。そして今日の、メッセージのテーマですけども、あなた方は力を受けます、あなた方は力を受けますというテーマです。そして、五旬節の日、これはペンテコステの日ですね。五旬節、またペンテコステと言いますけども、この日に起こった出来事を思い起こして、私たちも主イエス様の証人として使わされたいと願っております。では聖書をもう一度お読みいたします。使徒の働き2章1節から4節。まず1節だけお読みいたします。五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。五旬節の日と書いてますね。これがペンテコステの日で、というふうに呼ばれています。いろんな呼び方がありますからね、混乱するかもしれませんが、五旬節、これはペンテコステのことです。これはなぜペンテコステというかというと、これ50、数字の50ですね。50を意味しています。ペンテコステっていうのはね。これは何か50かというと、イエス様が墓からよみがえられたその日。これね、初穂の祭りというね、祭りがあるんです。主の過ぎ越しがあって、その後安息日が明けたその週の初めですね。ですから今でいう日曜日です。主の過ぎ越しという生贄を下げる時があり、安息日があり、そしてその明けたら、安息日明けたら初穂の祭りということを過ぎ越しの祭りのこの期間の中で行います。その初穂の祭りから50日目になります。ですから、日曜日になります。これも日曜日です。イエス様の復活された初穂の祭りも日曜日なんですけども、そこから50日目、この日曜日、このペンテコステの祭りが行われ、五旬節の祭りが行われ、その時の出来事が、ここで使徒の働きの中で記されています。復活のイエス様に出会った弟子たちなんですけども、一つのところに集まっていたというふうに書かれています。この場所なんですけども、これは神の家です。家に集まっていたんですけれども、これはね、神様の家、つまり神殿のことです。神殿の方に集まって、そしてその敷地内にあるソロモンの回廊と呼ばれるところ、おそらくこのソロモンの回廊に集まっていたんだろうなということが考えられています。このソロモンの回廊、ここは野外通路です。誰でも自由に出入りすることができます。そして病人とかもね、このところに集まったりしていました。そして癒しを求めたり、またラビたちですね、ラビたちも、そして人がたくさん集まりますので、そこで説教をしたり教えをしたりしていたわけですね。これはイエス様もこのソロモンの回廊とよく歩かれたようです。宮清めの祭り、
その時ね、ソロモンの回廊を歩いておられたということが、ヨハネの福音書10章23節にも記されていますので、また興味がありましたらご覧ください。そう考えていくとですね、50日前はユダヤ人を恐れて扉に鍵をかけて隠れていた弟子たちだったんですね。イエス様が十字架にかけられた後、その後今度は自分たち弟子も捕まるんじゃないかと思って、ユダヤ人たちを恐れて扉に鍵までかけていた弟子たちが、50日経って復活のイエス様にお出会いして、そして50日経ったこの時には完全に信仰が回復しているなと分かります。神殿にまで出て行ってるんです。そしてそのような弟子たちを主ご自身が守ってくださっていたんだなということが分かりますね。ペテロたちは本当に怖かったんです。ユダヤ人たちに捕らえられるんじゃないか、またイエス様のようにね、罰を受けるんじゃないか、そうやって恐れていたんですが、何の害も加えられることなく、こうして神殿に出入りすることができていた。それほど、主がこの弟子たちを守っていてくださったんだなということがよく分かります。そしてまた弟子たち自身も信仰が回復しているんだな、それほど復活のイエス様との出会いというのは大きな出来事だったわけです。このような弟子たちが五旬節の日に集まっていたんですけども、何をしていたか、これはお祈りをしていたということが書かれていますね。お祈りをしていました。では何を祈っていたのかというと、イエス様から聞いた約束の聖霊が与えられることを祈り求めていたと考えられます。これがですね、使徒の働き1章4節と5節のところですね、出しますね。使徒の働き1章4節5節、こちら、画面にも出しております。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。はい、イエス様はね、このようにして、ね、命じられたんですね。私から聞いた父の約束を待ちなさい。ですから、弟子たちはその約束を待つため、しっかりと祈るために集まっていたと考えることができますね。そして彼らの祈りなんですけども、突然聞かれます。2節からです。使徒の働き2章2節から4節拝読します。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。はい、以上です。今お読みした通りですね、2節に、ね、突然って来ますね。弟子たち祈っていたんですけども、突然その祈りが聞かれます。彼らがいた、神殿全体に大きな響きが起こります。その響きは天から激しい風が吹いてくるような響きだというふうに記されています。ですからね、実際に風が吹いたかどうかは分かりません。風が吹いてくるような響きがあったんですね。風が吹いてくるような響きというのは皆さんも経験したことあると思います。台風の時なんかね、思い出していただくとよくわかりますね。ここの街道も台風来たら、ね、激しく揺れます。グラグラグラって揺れることありますね。非常に強い風が吹くと家全体が揺れ動く、また激しい音がします。ゴーってね、すごい音がね、外から響き、また建物自体も揺れ動くような、そのようなことを、台風の時に皆さんもね、経験されたことあるかもしれません。そのような響きが神殿全体に起こったと、記されています。それだけではないですね。
そこにいたイエス様の弟子たちに炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまりました。舌が現れた。すごいですね。そこにいた人たちはもう今まで見たことがない、また経験したことがない現象を体験したんですけれども、彼らは突然現れた不思議な炎のようなもの、炎に見えるものですね、その正体が舌であると、そのように認識しました。初めは何かわからないんです。なんだこれっていう感じですね。皆さんもそうだと思います。突然何か変なもの現れた、なんだこれって思いますよね。ですが、その不思議な炎のようなものが一人一人の上にとどまると、弟子たちは他国の言葉で話し出した。このことからその不思議なもの、それが言葉なる神様である、また約束の聖霊様であるということを彼らは知ったんですね。ですから言葉なる神様だから、これは舌だというふうに、彼らは認識したわけです。使徒の働き一章八節をお読みいたします。使徒の働き一章八節。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。はい、この2章のところでペンテコステの日に弟子たちの身に起こったこと、それが記されていたんですけれども、それらはすでにイエス様が知らせてくださっていたことです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますというふうにイエス様はおっしゃっておられました。それがこの日、五旬節の日、ペンテコステの日に成就したわけです。イエス様は弟子たちをご自身の証人としてお使わしになるため、約束の聖霊様をお与えになりました。聖霊に満たされた弟子たちが他国の言葉で話し出した。それは弟子たちがエルサレム、またユダヤにとどまることなく、サマリアの全土、そして地の果てと呼ばれる全世界にまでイエス様の証人として福音を述べ伝えるためです。ユダヤだけだったら他国の言葉は必要ありません。しかし聖霊様は弟子たちに言葉を授けられました。彼らが知らないはずの言葉を授け、そして福音を述べ伝えよと使わせてくださったわけです。弟子たちは自分の思いの中ではユダヤ人だけに、あのナザレのイエス様、十字架にかけられたナザレのイエス様こそ私たちが待ち望んでいた約束のメシアであると、そのように伝えたかったのかもしれません。ユダヤ人たちは自分たちが神様に選ばれた民だ、アブラハムの子孫だというふうに考えていました。自分たちだけが神の民だ。ですから他の異邦人たちは神様から遠く離れたもの、そのように考えていましたので、このような救い主、メシアが来られた。その知らせはユダヤ人だけに伝えればいい、そう考えていたと思われます。ところがです、主のご計画は彼らの思いをはるかに超えていました。イエス様はエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますっておっしゃったんですけども、これ最初聞いたときね、弟子たちはそんなことあるはずないと思ったかもしれません。相変わらず、そんなことできるはずないと思ったかもしれません。ですが、ペンテコステの日、聖霊様が与えられたとき、彼らはこの
イエス様がおっしゃったこと、全世界に福音を述べ伝える者、イエス様の証人となるということ、それが成就するのだということを理解することができたわけです。私たちもイエス様を信じることで約束の聖霊様を受けています。そして私たちもね、イエス様を信じたとき、自分も福音を伝えたい、家族の人にイエス様を紹介したい、家族の人に救われてほしい、友達に救われてほしい、そう思って自分にできる伝道は何か、自分にできる証は何か、そしてどこに行ってどんな働きをしよう、そのようにいろいろと考えたことがあるかと思います。しかし主のご計画は、皆さんを世の光としてもっと用いたいと願っておられます。自分で思っている以上に、神様は皆さんのことを大切な大切な神様の子供、キリストの弟子、世の光、地の塩だと、そう認めてくださり、良い働きを用意してくださっています。御言葉をもう一度読みしますね。使徒の働き一章八節。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。私たちも聖霊様から力をいただいて、そして主の導きに従って、世の光として福音を述べ伝えていきたいと願います。お祈りいたします。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。天の父様、尊い皆をあがめ、賛美いたします。私たちはイエス・キリストを救い主として信じ、受け入れたとき、あなたは私たちに聖霊様を与えてくださいました。聖霊様が私たちを主の宮として住んでくださっていること、感謝いたします。私たちにも様々な計画があります。神様によって救われたこの喜びを、愛する家族や友達に伝えたい、そういう願いも持っていました。しかし、あなたは私たちをさらに用いたいと願っておられること、当時の弟子たちも自分たちの思いをはるかに超えて、全世界に福音を述べ伝えることを命じられたように、私たちにもさらに大きな働きを備えてくださっていることを覚え、また感謝いたします。そのために、私たちも聖霊様が与えられ、そして、聖霊様が力を与えてくださることを今一度教えてくださいました。自分にはできないかもしれません。しかし主にできないことはありません。聖霊様が導いてくださるとき、主ご自身が私たちに命じられるとき、私たちはできないことはありません。主よ、ありがとうございます。今日もう一度あなたの御言葉に従い歩んでいきたいと願います。どうぞ私たちを使わせてください。イエス様の証人として私たちを使わせてください。そして一人でも多くの人が尊い救いに預かり、父なる神様の皆が褒めたたえられますように。今日の恵みを感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りいたしましょう。ではただいまから清算式を行います。
はじめに詩歌167番シミモトガモ1節から4節までをご一緒にお歌いし、主を賛美いたしましょう。愛する兄弟姉妹、今私たちは尊き救い主の贖いの恵みによって神の子とされ、主の定められた尊い聖餐の恵みに預かろうとしています。キリストはすでに私たちの罪のため十字架にかかり、その死と苦しみ等を通して世の罪を贖い、私たちを義なるものとし、神の子として永遠の命を与えることを約束されました。このように主キリストは私たちを愛して、その計ることのできない恵みを常に私たちに記憶させるため、またキリストにある命を生かすためにこの聖餐を定められました。それゆえ、そのご恩寵に感謝してこの式を守り、主イエス様が世を裁くために再臨されるその時まで、キリストが私たちを愛されたように私たちも互いに愛し合うべきであります。お祈りいたします。天の父様、私たちのために贖いとなってくださった主イエス様を記念する聖餐の式を御前に守らせてくださるこの恵みを感謝いたします。どうぞこの式を通して神様のご恩寵を味わうことができるようにしてください。主よ、私たちにより深い恵みとご愛とをお知らせください。尊い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では聖書を拝読いたします。コリント人への手紙第1、11章23節から26節。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これは
あなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。天のお父様、私たちは今イエス様がお流してくださいました尊い血潮のゆえに御前に進み出て聖餐の恵みに預かることができますことを感謝いたします。私たちの贖いのためこの世に来てくださった主イエス・キリストのご苦難と十字架上の死とその復活および昇天等を記憶し、ここから出る大いなる恵みを感謝し、御前にてイエス様の命じられた聖霊典を執り行おうとしております。御心に背き罪を犯していた私たちを十字架の血潮によって許しを与え清めてくださり、今神様の子供として清く傷のないものとしてくださったことを感謝いたします。今信仰を持って主イエス様の定めに従ってこのパンと杯とを受け、キリストの尊い御体と御血潮とに預かることができますことを感謝いたします。この聖餐を通して私たちの霊性と肉体とに新しい命と力と限りない主のご愛とを増し加えて、十字架を追って主に従うことを得させ、主イエス様が再び来てくださる時まで耐え忍ばせてください。今御前に備えられたパンと杯を聖別し、信仰を持って受ける私たち一同をお恵みください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではただいまから分散をいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を下げて後こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。天の父様、尊い身のあがめ、賛美いたします。聖餐の恵みに私たちを預からせてくださり、感謝します。このペンテコステ礼拝において、また聖餐式を執り行わせていただき、イエス・キリストをもう一度覚え、
また私たちに与えられた聖霊様のことを覚え、素晴らしい恵みの時を与えてくださっていることを感謝します。どうぞお一人お一人がキリストの証人としてこの地上を歩んでいくことができますように。混乱した世の中ではありますけれども、あなたは私たちを世の光としてこのところに使わせてくださっています。どうぞ一人一人がイエス・キリストを証しし、また闇の中に座っている一人一人に命の光を届けることができますようにお導きください。私たちも救い主イエス様から決して目を離すことなく、一歩一歩、命と祝福の道を歩み続けさせてください。この聖餐の恵みを感謝し、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では、聖歌167番、しみもとがも5節と6節をお歌いし、聖餐式を閉じます。献金をお下げいたしましょう。賛美歌、547番、今最後お歌いしながらお下げいたしましょう。天の父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。今日はペンテコストの礼拝に参加し、木下先生を通して御言葉をいただき感謝いたします。私たちは小さく弱いものですけれども、神様はご聖霊があなた方に臨むとき力を得ると御言葉をいただきまして感謝いたします。どうぞその言葉を信じて、本当に臆せず
多くの方にあなたを証ししていくことができますように、どうぞお導きください。また今本当に御言葉を通して多くの恵みをいただきましたが、本当にご病気や怪我のために参加できない方々の上にも同じ恵みを持って臨んでください。またご病気の方はあなたが慰めと癒しをお与えください。今あなたから多くの恵みをいただきましたが、本当に私たちのわずかなものを献金させていただきました。どうぞこれを清めてあなたの御用のために用いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、聖霊父御子御霊のお歌いし祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして本日の礼拝を終了いたします。どうもありがとうございました。